ハリサウルスは、モササウルス科に属する海生爬虫類の絶滅した属。各骨と頭蓋底の断片からなる、ホロタイプ標本は、アメリカ合衆国ニュージャージー州、ホーナーストーン付近で発見され、比較的得意な特徴の結びつきが解明され、親属の記載に至った。オスニエル・チャールズ・マーシュは1869年に、この生物に、 海トカゲを意味する学名を冠したが、その名が巨類のハロサウルスに占有されていると彼が考え、1870年にバプトサウルスに改名した。現在の命名規約によると、ハリサウルスとハロサウルスの間には十分なスペルの違いがあり、代わりとなる学名が不要であるため、バプトサウルスはジュニアシノニムとして扱われる。記載以来、より完全度の高い化石が、 世界中の化石体積層から発見されており、特に完全な骨格がモロッコとアメリカ合衆国で出土している。特異的な特徴ゆえに、ハリサウルスはモササウルス科の体系において主要な属であり、ハリサウルス赤を代表する。全長は3から4メートルとモササウルス科の基準では比較的小型である。ダラサウルスのようなさらに基盤的な、 モササウルス科よりは大型であるが、クリダスティスの大型種やティロサウルスといった同時代のモササウルス科の影響で小型化したと考えられている。ハリサウルスアランボールギの復元。本属で最も完全に知られている種であるハリサウルスは、モササウルス科の進化史においては、比較的初期の後期白亜紀サントニアンに出現した。そのため、一般的なハリサウルス赤と同様に、ハリサウルスには、 原始的な特徴が多く確認されている。ハリサウルスプラティスポンディルスとハリサウルスアランボールギのいずれもが全長3から4メートルに達し、ハリサウルスオンコグナトゥスは化石が失われているため推定が困難だが、前者2種とほぼ同様の全長だった可能性が高い。他のハリサウルス赤と同様に、ハリサウルスのヒレは分化が進んでおらず、より派生的な モササウルス科の持つハイドラファランジーを持たない。他の小型ないし、中型のモササウルス科は優れた遊泳能力を誇っており、ハリサウルスが小型であることを考えると、ハリサウルスの遊泳能力が比較的低いことは驚くべきことである。ハリサウルス赤に属する他の種であるホスフォロサウルス、ポンペテレガンスの記載では、ハイドラファランジーを持たないことの埋め合わせとして、 ヒレの特殊化が進行していることが明かされた。モササウルス化におけるハリサウルスの位置づけは長きにわたって、物議を醸した。ハリサウルスプラティス・ポンディルスのタイプ標本は、全身ではなく角骨と頭外点が保存されているのみで、あり、ハリサウルスについて多くの情報が明かされているわけではないが、D.A. ラッセルの論文システマティックスモルフォロジー・オブ・アメリカン・モーザソースで、 研究がなされた。角骨は、プラテカルプスのものに似るが前面ではより対照的な、ハート型をなし、後方の側面では、突上の全腹側輪郭でわずかに膨らみを帯び、クリダステスと同様に、関節表面の全外部縁と連続している。プテラカルプスとクリダステスはそれぞれが、プリオプラテカルプス赤とモササウルス赤に分類される、ため、ハリサウルスが、 両者それぞれに類似しているのは解釈が困難であった。ラッセルはハリサウルスオンコグナトゥスに分類される標本の中耳骨上の隆起に基づき、ハリサウルスをプリオプラテカルプス赤に分類した。1980年代から1990年代にかけての発見により、ハリサウルスの研究は大きく進展し、ハリサウルスプラティスポンディルスのより完全なタイプ標本が発見され、 リナム・ソリュワーが1996年の論文でホスファー・ソリス・オートリ・アビーをハリサウルス族に分類した。2005年にハリサウルス・ステルンベルギはナタリー・バーデットらによる新種ハリサウルス・アランボールギの記載と同時に新族エオナタトルとして独立した。エオナタトルはハリサウルスとごく近縁であると記載され、二族は新設されたハリサウルス赤に分類され、より派生的な モササウルスカトの姉妹群と考えられた。チアゴ・アール・シー・モイス・ラによる2017年5月の系統解析では、ハリサウルス含む、ハリサウルス赤は、モササウルス赤の姉妹群であると判明した。これは、ティロサウルスやプレシオ・プラテカルプスよりもハリサウルス赤が、モササウルス赤に近縁であることを指示している。ハリサウルス・アランボールギの前足の比例下のクラドグラムは、 ホスフォロサウルス・ポンペテレガンスの記載で行われた、コニシタクヤラによる2015年の解析に基づくもので、ハリサウルスを、ハリサウルス赤の最も基盤的な属として示しつつ、本赤内の系統関係を示す。この解析で、プルリデンスと、ハリサウルス・オンコグナトゥスは除外されている。ハリサウルスのうちハリサウルス・プラティス・ポンディルスと、ハリサウルス・アランボールイの系2種が有効であると、 考えられている。かつて西部内海陸路の一部であったカンパニアン、またはサントニアンの堆積層から発見されたハリサウルスオンコグナトスは基地の標本のすべてが第二次世界大戦で破壊されたため疑問名とされている。命名された種とは別に本属に割り当てられた断片的な標本は世界中に存在する。その正当性には議論の余地があるものの、 テキサス州のカンパニアン、カリフォルニア州のマーストリヒチアン、ペリューのサントニアンから出土しており、これらは本属の生息期間を大きく拡大することとなる。ハリサウルスプラティスポンディルスはハリサウルスのタイプ種であり、オスニエルチャールズ・マーシュが1869年に命名した。種商名は平らなトゲを持つを意味する。タイプ標本は、 マーストリヒチアンのニュージャージー州ニューエジプト層から出土した UPM444。それに続く重要な標本には NJSM12146 とアセンム442450がある。本種はデラウェア州のマウント州とマーチェンタビルからも出土しており、マーストリヒチアンの中期から後期にかけて北アメリカの東海岸中に分布していたことが示唆されている。 9本の葉を持つ、翼上骨と前頭骨の前方の隆起がないこと、細く、斜めになった、方形骨、広く、後方に丸みを帯びたが、外尾行により、本種は多種から区別される。ハリサウルス・アランボールギの骨格ハリサウルス・アランボールギは、アランブールの海トカゲを意味し、北アメリカと中東の脊椎動物化石を研究した、カミーユアランブール教授を称えたものである。 ハリサウルスプラティスポンディルスと同様に、ハリサウルスアランボールギは、マーストリヒチアン後期に生息していたが、化石は北アメリカと中東から発見されている。タイプ標本、MNHNPMC14 は、モロッコ中央部ホーリーバガー付近のグランドが多いから、出土したバラバラになった頭骨と27個のつながった脊椎を含む不完全な骨格である。 ハリサウルス・アランボールギの化石には、ハリサウルス・プラティス・ポンディルスから区別される明瞭な特徴が複数確認されており、外尾甲の構造や、方形骨の形状、前頭骨の前方の隆起の存在がそれにあたる。翼上骨の葉は、ハリサウルス・プラティス・ポンディルスよりも3本、多い12本である。拓也子西。 マイケル・ウィル・コールドウェル、トモ・ヒロ・ニ・シムラ、カズ・ヒコ・サクライ&・アンド・キョータ・ノー・ウェイ・ニュー・ハリソライン、モーゼス・ア・フロム・ジャパン、ザ・ファースト・レコード・イン・ザ・ウェスタン・パシフィック・レルム・ザ・ファースト・ダケ・アメンテッド・インサイツ・イン・トゥ・ベナキ・アラー、ビジョン・イン・モーザ・ソース、ジャーナル・オブ・システマティック・ペイリアントラジー・ドイ、10.1080、14772019.2015、 1113447http コロンスラッシュスラッシュ www.tandfonline.com スラッシュドイスラッシュフルスラッシュ 10.108a スラッシュ147772019.2015.1113447アブストラクトハトラセル da シストマティックスアンドモルォロジーオブアメリカンウーザソースブレディンオブザ Peabody Museum of Natural History 23 HTTP Peabody Yale Edo Sites Default Files Documents Scientific Publications UPM 23967 PDF Dinam、um、Soler T1996 The First Description of Harisolis from Europa From the Upper Crateatios of Belgium Bretindale アンスティチュローヤルデサイエンシズナチュレルスデベルジック、サイエンシズデラテール、66、129、136、ABCD バーデイ、N、ペレダサバービラ、X、アイアオキーン、M、ボーヤ、B& アマゼス、M2005、A ニュースピーシーズオブハリソリスフロムザレートクラテイショス、フォスフイツオブモロッコ、 アンドザファイロジェネティコルリレーションシップスオブザハリソリニーズ the Harisolini, zoological journal of the Ranian 143-447-472-C-MOIS, チアコアールバーニー・ガーオクサーナ、パパーラ、イーラリア・ヒメネ・スイード・ブロー、ポーリナ・コールドエル、マイケル・ダブリュー、モッソロイド・ファイロジェニー・アンダー・マルティプル・ファイロゲネティック、メソッツ・プロバイズ・ニュー・インサイツ・オン・ザ・エボリューション・オブ、 アクアティックアダプテーションスインザグループ。プローズ 112E0176773 ドイ10.1371ジャーナルポネ0176773イシュン1932から6203 PMC5415187 フミド 28467456https コロンスラッシュスラッシュ www.ncbi.nlm.nih.gov スラッシュ pmc スラッシュ articles スラッシュ pmc5415187 スラッシュコールドエル、マイケル W、ジュニア、ゴードン、エルベル、ハリソリス SP From the Upper Cratatios of East Central Peru, and the Taxonomic Utility of Moses are Celvicl, Bartablay.Journal of Bartablot Paleontology 15, 532-544, 土井 ,10.1080, 2724,634.1995, 千1万 1,246, 微春0272から 4,634, ホーセロワックスモササウルス fossilworks.org 2017年8月19日閲覧。ありがとうございます。